それを獲得したら、その人生は成功なのでしょうか。例えば、もう大企業に勤めるのが目標で、大企業に勤めた、それで目標は達成なのでしょうか。その人生は、それが目標で良かったんでしょうか。死ぬときに、ああ、自分の人生は目標は達成できた、でも、何か虚しいなというふうになりはしないでしょうか。今自分が取り組んでいることはもちろん素晴らしいことだと思います。しかし人生でどうしてもしなければいけないことのなのでしょうか。もし皆さんが無人島に行くとしたら、無人島に行って住むとしたらですね、何を持っていきますか。まあ、一番大切なものを持っていくと思います。例えばエイジ君ならそのベースギターを持っていきますから、持っていかない、持っていかないって何を持っていくんでしょうね。あるいは、まあ、例えば、携帯が好きな人は携帯持っていくとかですね。それからコンピューター好きな人はコンピューター持っていくと、電波も多分届かないから、まあ、コンピューター開いてExcelとかWordとかそういうのをやって楽しむのでしょうか。本当に大切なものを持っていくんじゃないでしょうか。皆さんの人生で、この与えられた人生の中で本当に大事なものは何かって考えたことはあるでしょうか。じゃあ聖書の箇所を一つ、ルカによる福音書の10章42節を今プロジェクターでちょっと開けていただきたいと思います。ここに、今の言葉が書いてあります。神様の教えでこういう言葉があるのでちょっと読んでみましょう、はい、しかしどうしても必要なことはわずかです。いや、一つだけです。マリアはその良い方を選んだのです。彼女からそれを取り上げてはいけません、はい、これはマリアとマルタという人の話なんですけども、マルタという人はいろいろなことに忙しくしていた。もちろん良いことのために忙しくしていたんです。でもマリアという人はただイエス・キリストの足元に座ってじっと話を聞いていた、ただそれだけだったんです。マルタのお姉さんの方はもう食事の準備したり食器の準備したりしていろんなことで忙しく働いていました。もう素晴らしい人だったんですね。ところがマリアの方はもう何もしないでただイエス・キリストの足元に座ってお話を聞いていた。その時にイエス・キリストがこう言ったんです。どうしても必要なことはわずかです。いや、一つだけです。マリアはその良い方を選んだのです。神様が私たちに願っているどうしても必要なこと、それはイエス・キリストとの出会い、そしてそこでイエス様からお言葉をいただくこと、そしてそのイエス様の御言葉を持って生きていくこと、これがどうしても人生で必要なことなんです。僕ですね、そういうキリストの言葉なくても生きられるじゃないかという人があるかもしれません。でもですね、人間は必ず神様と出会わなければどうしても心に虚しさが残ると思うんです、まあ、それはパスカルという人も言ってますね。心に神の形をした穴があると。でも、まあ、その有名な人が言ってるだけじゃなくて私たちだってそうです。もし神様と出会えなければ、じゃあ一番大事なものは何かといったときに、それは自分になっちゃうんです。あるいは家族が大事なら家族とか、まあ、そういう大事なものは自分とか、最終的には自分の利益、自分たちの利益、自分の家族の利益、自分の国の利益、与えることは決してだんだん減ってきちゃうんです。でもイエス様の言葉を聞いて育っていくと、イエス様のことが分かってくると、イエス様は与える人生なんです。イエス様は自分の全てを与え、そして最後には自分の命を与え、そして私たちに永遠の命を与えてください。私たちはイエス様からいろんなものをもらうだけではなくて、イエス様のように与える人生を目標にしていくことができるんです。そうすればそれはこの人生でどうしても
得なければならないもの、イエス様と出会って、そして変えられていくこと、イエス様のように与える人生を大切にするようになっていくこと、これがどうしても必要なことなんです。もし泥棒とかいう人で、泥棒がいてですね、警察に捕まっている、刑務所に入っている、あの人たちは特別悪い人なんでしょうか、特別私たちと違っているのでしょうか。そんなことはないです。同じなんです。ただ彼らは悪い言葉を聞き続け、悪い教育、悪い自分の悪い方向にばっかりに染まってしまって、そうなっちゃったんですね。私たちだっていつそうなるかわからないんです。また大金持ちの人もいますが、大金持ちの人もどうしてそんな大金持ちになれたか、それは私たちと特別能力が変わってるわけじゃないですね。ただその前向きに、失敗しても前向きに、失敗しても前向きに取り組んでそうなったんだということになったわけですね。でも私たちがこの人生で得なければならないこと、それはどうしてもイエス様と出会うことです。そしてイエス様の言葉を聞いて、そこで変えられていくこと、それがどうしても必要です。ここにあるようにどうしても必要なことはわずかです。一つだけです。皆さんもぜひそれを覚えてください。イエス・キリストと出会って、そしてそのイエス様と共に歩んでください。そうすれば皆さんに必要なものは全て与えられます。神様が必要なものは全部備えてくださるんです。今日はそのようなどうしても必要なことというお話でした。ですから皆さん、もし無人島に行くとしても、神の言葉である聖書を持ってぜひ行ってですね、そこでお祈りもできるし、そして神様のお言葉を聞いていくことができるんです。素晴らしいですね、はい、ではお祈りしたいと思います。神様、今聖書の話を聞きました。どうしても必要なことはわずかです。いや、一つだけです。神様、私たちが人生でそのどうしても必要なことと出会うことができますように、私たちのこの人生の中で主イエス様と出会って、そしてイエス様からその救いをいただくことができますように、そしてイエス様と共に歩む人生を持つことができますように導いてください。私たちもいろいろなこの世ですべきこともあります。しかしイエス様と出会って、イエス様と共にそれらのやるべきことをやっていくことができますように、その時主は共にいて助けてくださり、素晴らしい人生へと導いてくださることを感謝します。ハレルヤ。心から主に感謝し、イエス・キリストの御名によってお祈りします。